アメリカとロシア政府などは1日、両国などで拘束されていた合わせて26人の大規模な身柄交換を行ったと発表しました。冷戦後では最大規模とみられます。解放されたのはアメリカやロシアのほか、ドイツなど7カ国の刑務所に収監されるなどしていた26人で、仲介したトルコの首都アンカラで身柄の交換が実施されました。 ロシアからは、ウォールストリートジャーナルのエヴァン・ゲルシコビッチ記者や、元アメリカ海兵隊員のポール・ウィラン氏など、アメリカ人3人を含む16人が解放されました。一方で、ロシアへは10人が帰国し、プーチン大統領が自ら空港で出迎えました。拘束者の解放を受け、アメリカのバイデン大統領は1日、 激しい苦痛が終わったと歓迎する声明を発表し解放交渉に協力した同盟国などに謝意を表明しました。